今回は辞書式順序について解説するのだこのショート動画では選択行為を認めるのだ整列集合を添え字とした整列集合からなる集まりを考えるのだこの時直積集合に対して順序を次のように定める2つの原 FG に対して値が初めて異なるところをラムダとするのだこれはラムダが整列であることから従うのだこの時の F オグラムだと G オグラムだ で順序を定めるのだこのように定めた時これは直積集合上の整列順序となるのだこのショート動画シリーズも辞書式順序で順序付けを行っているのだ数字小文字大文字の順番になっているのだちなみにあのケッヘル番号も同じように定められているのだこれでみんなも集合論者になるのだ